小川未明4月7日から1961年5月11日は小説家、児童文学作家。本名は小川健作。日本のアンデルセン、日本児童文学の父と呼ばれ、浜田博介と坪田常時と並んで児童文学界の三種の神儀と評された。娘の岡上鈴江も児童文学者。未明という画号は小川の氏である。 坪内商陽がつけたもので、正しくは、美名と読む。新潟県高田に生まれる。父、清春はかつては、主権者であった。上杉謙信の熱烈な崇拝者でもあった清春は、春日山の神社を創建するため奔走した。旧正高田中学、東京専門学校専門部哲学科を経て、大学部英文化を卒業。坪内商陽や島村宝月から指導を受け。 また執行していたら、カディオ・ハーンの講義に感銘を受け、卒業論文ではハーンを論じた。在学中、ロシア文学に親しみ、またナロードにきの思想に関心を寄せた。中学以来の学友に、相馬漁夫がいる。上越市立大手町小学校体育館裏にある、石碑。野原の一節が書かれている。在学中の1904年、諸女作、氷浪寺を、雑誌。 新小説に発表し注目される。この時、商用から未明の号を与えられる。卒業直前に新小説に発表したあられにみぞれで小説家として一定の地位を築く。卒業後、早稲田文学者に編集者として勤務しながら多くの作品を発表する。作品は清潔なものが多く、1916年に優等文学論争が起きた時、 優等を描かない小説家は、漱石と小川未明くらいだと言われた。だが、生活は苦しく、緊急で二次を立て続けに失った上に、一家四人が、スペイン風邪にかかり、一時は帰得に陥った。早稲田の後輩である、木村武が見かねて、未明の友人である、古川みのりや水森亀之助と相談し、 人税収入を未明に送るアンソロジーを新庁舎から出版することが決まった。相馬漁風と片上伸びが変者となった、この16週には、坪内商用が抜群を寄せ、1920年2月25日付で刊行された。未明と親しくなかった作家も含め、政宗白鳥、芥川龍之介、菊池広志が参加。価格は1円80銭で、 二ヶ月に五冊を重ね、未明は病と貧苦から脱することができた。1925年には、総大童話会を立ち上げる。1926年、東京日日新聞に、今後童話作家にと題する書簡を発表し、童話宣言を宣言する。一説には、死の商用から小説家としての限界を指摘されたからとも言われる。 1946年に創立された日本児童文学者協会の初代会長を務め、1951年に日本芸術院賞を受賞、文化功労者に選定され、1953年には日本芸術院会員に推挙された。しかし同年、共に同和会の会員だった鳥越慎と古たたるの二人を中心をした少年文学宣言が発表され、未明と 浜田博介は古い児童文学として否定されるという苦渋の晩年も送った。1961年に脳出血のため東京都杉並区公園寺南の自宅で死去した。79歳没。長編よりもむしろ短編作品に才能を発揮。童話の代表作としては、金の輪、赤いロウソクと人魚、月夜とメガネ、野原など。没後。 小川未明文学賞が創設された。坪田常時によれば、非常に短気な性格だったとのこと。料理店や屋台でもさっさと注文し、さっさと酒を飲み、坪田君、行こうかねといった調子だった。未明は、岩の方面とよく将棋を指していたが、その手は大変早く、見る間に勝負がついた。人間関係でも長引く付き合いやう,うるさい人間を、特に嫌った。 壺の収集と盆栽を趣味としたが、気に入ったものを見かけると、一刻の猶予もできずにものを売ってでも購入するかと思えば、飽きるとどんなに骨を折り購入したものでも、さっさと人にやったり、骨董屋へ売り飛ばしたりし、目の前へ置くことすら嫌った。未明の動画がほとんど短編なのは発表の場が、雑誌だったことによるが、この短期な性格によるところも大きいと、坪田は指摘する。 ありがとうございます。